このどん底から抜け出せるのか。 Go to sleep。 なんとディスオベイが仲間割れ。お前はいらない、それが俺の条件だ。今年限りでの引退を決意しました。しかし去年12月、ヨネが新たな動きを見せた。自ら手を差し出し、丸藤杉浦軍への加入を直訴。しかし丸藤はそれに応じず。そして今日の一戦、丸藤軍の杉浦がコーナーの対角に立つ。丸藤はこの試合をどう見るのか。セミファイナル、杉浦隆対モハメド・ヨネ。モハメド・ヨネにとって覚悟が問われる第6試合セミファイナルです。ケンタの裏切りに遭い、一人ディスオベイ状態でした。力王の引退もありました。新たにヨネが求めたのは丸藤杉浦との共闘でした。クリスマス大会で丸藤とのシングル戦に勝利、握手のために手を差し出した。ただ丸藤はその手に応えませんでした。ある意味この試合が査定マッチとなります。杉浦隆とモハメド・ヨネのシングルマッチ。ヨネがどんな覚悟を見せ、どんな気持ちでこのリングに臨んでいるのか。今日は放送席で丸藤選手がそれをしっかりと自らの眼で見つめます。対戦相手は同じく共闘したいとヨネが願う相手、杉浦隆。去年は GHC 連続最多防衛記録14を打ち立てました。1年7ヶ月にわたって王座を守りました。丸藤の復帰戦の相手も務めました。丸藤と再びタッグを組んで新たなスタートを切る杉浦。ヨネの気持ちを確かめるには格好の相手と言っていいでしょう。シングルマッチ45分の一本勝負です。すでに眉間にシワが寄っているモハメド・ヨネ。相手は杉浦隆。まだ距離は縮まらない。仕掛けた、いきなり仕掛けていった。ゴングが鳴ると同時に、いやそれよりも先だったか。ヨネが仕掛けていった。エルボーを打ち込んでいく、振り返していく。今度は杉浦が突っ込んでいこうというところ。鉄柵、失礼、鉄柱だ、鉄柱。放送席には丸藤直美さんがいらっしゃっていますが、丸藤さん、はい、このヨネがクリスマス大会で丸藤さんとのシングルマッチに勝ちまして、その後リング上で握手を求めました。それに応えませんでしたね。まあ、ヨネ頑張れ。今の俺に勝ったところでね、何もないし、まあ、復帰して間もない丸藤さん相手ということもあったんですけどね。つまり丸藤さんに勝ったからといったその発言力というものはまだ認めていないというわけですか。そうですね、まあ、一番は俺多分お客さんの声だと思うんだよね。はい、うん、丸藤さんというよりも周りのファンがこのヨネをどう評価するか、うん、ファンの支持が得られるかどうかというところですか。だからもう俺たちの評価じゃないんだよ、うん、ファンの皆さんの評価。つまりこの試合が終わった後にこのファンがヨネはぜひこの丸藤さん、そして杉浦さんと戦うべきだと、そういう雰囲気がファンの中に生まれるかどうか。そう、そのためには丸内さん、このヨネにとってこの試合に求められている具体的なことというのは結果なのか内容なのか。いやもう全部でしょう。全部、うん、まあ、彼が今までねいろいろやろうとしてきてる中でお客さんの気持ちを裏切ってきてしまったことっていうのは多々あると思うんで、まあ、そういうものをねこの1試合でこう覆すっていうのは難しいとは思うんだけども、それぐらいの気持ちでやらないとダメだと思う。その強い気持ちというものをヨネが見せることができるか。それぞれ両者が強い、ものすごい衝撃の蹴りを一つずつ見舞った後に2発目、3発、4発連続して打ち込んでいきました。
常に強い蹴り、その一発一発の中にやはりもちろんですが米の気持ちというものはどうですか、丸藤さん、まず見えてきてませんか。だあのいいもの持ってる人だと思うんだよ、はい、俺は、うん、でもそれがこうどうにもこうにもこ うまく歯車が合わないというかね、クリスマス大会でも丸藤さんを破りました。そして去年の11月、グローバルリーグ戦の公式戦ではこの杉浦との対戦で30分ドローという結果を見せてますよね。実力は持ってる選手だと思いますし、ただその一方でという部分があるわけですか、やはり。そうですね、それは多分お客さんも分かってると思うんだよね。その物足りなさというのは丸石さんから見たらどんなところになるんですか。そうですね、まあ、結果は残すわけですもんね。結果も残してるしね、そのこうやって激しい試合もできるし、でもどうしてもこうお客さんを味方につけれない部分っていうのはあるんだよね。それはレスラーとしての難しさというのも当然丸藤さんあると思うんですが、でもそれをやっていかないと、まあ、彼はこのまま終わってしまうし、去年は、まあ、ディスオベイとしてスタートしましたが、しかし3月の有明コロシアムで健太の裏切りに遭い、まあ、1人ディスオベイ状態になってしまいました、まあ、そこからノーマーシーとの構想を繰り広げる中、パートナーだった力王の引退がありました。涙に暮れた日が続きましたモハメド・ヨネ、ただそこから次の一歩を踏み出さなければいけないと決意したヨネでした。新たな一歩は丸藤、杉浦、この二人との共闘でした。共に戦っていく道を選ぼうと、まず丸藤さんに握手を求めたクリスマス大会、ただその時点では丸藤さんは認めなかった。今日のこの一戦で同じく共闘していきたい、共に戦っていきたいという杉浦に対して、どんな米の気持ち、そして覚悟というものを見せることになるのか、まあ、言ってみればこの杉浦という存在ですから、もう格好のいい相手、バロメーターにもなるでしょうしね。そうですね、そのモハメド・ヨネという選手はそのレスラー人生も決してほらね順風なもんじゃなくて苦労してきている中で、ね、いろんなストーリーを持っている人間なんですけども、もっともっとこうお客さんにそういうところを見てもらえるような風に、ね、自分でしていかないと、また団体からこのノア所属になって、そしてこのノアの中でも苦しい戦いを強いられてきたというその時期もありました。ヨネにとってももう一皮抜ける、そしてもう一つ上のステージに行くために避けて通れない大きな高い壁が今日のまず杉浦ということになるかもしれません。果たして丸藤さんが放送席で見つめている、目の前で行われている杉浦とのシングルマッチ、ここで何を見せるか、顔面なぎ倒していくというような顔面ハイキック。この杉浦ももちろんですが非常に気持ちの強い選手、中年ザリフト。11月27日去年の有明コロシアム大会では丸藤さんの復帰戦の相手を務めました。まあ復帰間もないその丸藤さんの相手を務めて、まあ、シングル戦杉浦が勝ちました。丸藤さんもその直後リング上で、まあ、立てない状態でマイクを握り、やりすぎだよ杉浦隆とポロリと本音も出たね。それほどのねしっかりと 100% で向かってくる杉浦選手ですからね、はい、うん、いい相手だと思うんだよね、はい、米の力を、米の今日の気持ちを確かめるには、まあ、格好の今日は相手と言っていいかもしれません杉浦です。その杉浦相手にさあ米がこれだけ俺はお前たちと戦いたいんだ、これだけの覚悟を持ってリングに立っているんだ、その気持ちというものを見せ、そして先ほどの丸藤さんの言葉を借りるならば、この会場にいるファンも納得させることができるかどうかという査定試合、全ての承認は丸藤さん言ってみればファンということになるかもしれませんね。エルボー打ち込んでいく、エルボー打ち込んでいく、あーと強烈一発入った、これ丸内さんどうですか。ちょっと入りましたね今ね、一
一発で力なくこう崩れ落ちていきました。杉浦大丈夫か。ちょっと嫌な崩れ方しましたね。そうですね、側頭部でしょうか、顔面の横、こめかみのあたりか。今ちょっとフラフラっとしながらも持ち上がりました。そして何やっと壊した。バックに回る、バックに回る、コーナーを、コーナーがアート。ここはコーナーへの投げつけるようなジャーマンです。さっきハイキックが効いてると思いますよ、うん、ちょっとどうでしょう、今出血がなかったか。そのやっぱり影響というのはやはり先ほどありましたね。いや、あると思います、ね、さあドラゴン足でタイガースープレックス、タイガースープレックスを見せました。普段ドラゴンなんですけどね。フルネルソンには行かずに、ここはタイガースープレックス。あとは旗、旗。あと追いかけていくようにラリアット。打たれ強いね、ヨン選手もね。ああそうですか。あの強烈な張り手、しかし向かっていきます。引き下がるわけにはいかない。片膝をついた、片膝をついたヨネ。自らのこの試合にかける、いやこの試合ではなく、この先の戦いを見据えて、何としてもその気持ち、覚悟というものを、心意気というものを見せなければいけないヨネだ。杉浦とやり合う、あの杉浦とやり合う、杉浦、あーっと杉浦倒れた。打ち勝ちましたね。そうですね、あの杉浦に打ち勝った。にやりと笑ったヨネ、トップロープにもたれながらもにやりと笑ったが、もう一度いくぞ、ラリアット。立ち上がる杉浦、また側頭部カバーに行く。カウントは、カウントは2で返しました。打たれ強さというのはやはり何かこれまでとヨネットの何か違いというものっていうのは気持ち的な部分でもあると思うんですよね。そうですか、うん、で体っていうのはもう変わらないからさ、はい、肉体面、ここは大きな進化というのはこの短期間にとは当然難しいでしょう。ただ気持ちというものは当然成長も進化もするが、さあ杉浦もここで一気に沸点に上がるか、怒りが沸点に上がるか。両膝をついているヨネに頭へのエルボーですね。後頭部ってますね。後頭部へのエルボー。今ちょっと焦点が合っていないような目にも見えましたヨネ。あ、立ち上がる。いやでもにやりと笑っているようにも見える。立ち上がる。このあたりが気持ちの強さ、この一戦にかけるという思い、ヨネも思いが表しているのか。合っていく。これも強烈、杉浦も強烈、エルボー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 、ガーッと崩れた、ヨネ崩れる、心を折るか、杉浦のエルボーがヨネの野望と心をもろとも折ってしまうのか。しかしヨネはどうだ、ヨネはどうだ、完全には崩れない。あーっと今の側頭部のエルボー、さあどうだ、レフリーが確認する、西中が確認する。さあどうだ、ちょっとレフリーが制止するが、ここはオリンピック、オリンピック予選進出。すごい角度、強烈な角度、返せるかどうか、決まった。カウント3つ、強烈な角度での、ものすごい角度でのオリンピック予選スラムを食らってしまったモハメド・ヨネ、イカれる杉浦隆、最後に返す力はヨネにはなかった。この試合勝ったのは杉浦、早々とリングを降りました。丸藤さん、最後はもう杉浦の渾身のオリンピック予選スラム入りましたけどね。この今日のヨネの戦いぶりは丸内さんどう見ましたか。いや俺はいいと思う。あとこういう試合をこう
常にこう継続できるかどうかですよね、このお客さんの拍手があるでしょう、今日だけに終わらずということですかね。そうですね、はい。